皆様、こんにちは。生物科学専攻動物科学教室の高橋洋子子と申します。今日はよろしくお願いします。私の専門は発生生物学と分子生物学、その他いろいろやっています。今日のタイトルは、蝶という秘境を訪ねてということです。このイラストね、特に深夜の、テレビの通販番組とか見てると皆さんご存知ですよね。こういうのいっぱい出てきます。そして、蝶って知っとるぞと言われるかもしれません。それもイエスです。でもどれだけ知ってんだろうということです。知ってることは通販の影響を受けてる人は私も含めて、こんなことよく言われます。ストレスで腸がやられる。だからなんとかのこれを飲めばいいよとか、善玉菌、悪玉菌、ビフィズス菌を飲めばいいよとか、と、免疫細胞が一番多いのも腸である。これは事実です。だけど腸ってまだまだ、わからないことがたくさんあります。というか、わからないことだらけ。で、今日はですね、何かを食べたら、お腹が良くなるとか、痩せるとか、そういう話ではありません。ちょっとやっぱりね、理学の人間ですから、理学風にお話しさせていただきます。だけど、私の希望はね、明日から皆様の腸の見方が変わればいいなと、そういう希望を持って一生懸命お話しさせていただこうと思います。で、話の最後にささやかながらちょっとしたプレゼントがありますので、楽しみにしといてください。と言いながらですね、実はしばらくは尻尾のお話につき、あの、お付き合いいただきます。え、なんでや？と思われるかもしれませんが、それは、10分かそこらでその答えがわかるという仕掛けになっています。まず尻尾の話です。ワンちゃんや猫ちゃん、そしてね、シマウマの尻尾、こんなの見たことあるぞと思われるでしょう。だけど、皆様の中で鹿の尻尾をすぐ描ける方いらっしゃいますかね。で、これは私が奈良公園で撮った写真であまりイケてないんですけど、でかい鹿のくせに割と可愛い尻尾を持っています。もう正直ですね、私もこれからお話をする尻尾のプロジェクトをやる前は、尻尾のことをよく知りませんでした。ちょっと尻尾で遊びましょう。これカンガルーのね、なんかボクシング中で、こいつら尻尾で立って飛び蹴りするんですね。尻尾がなかったらちょっと負けるかもしれない。次、どんどん行きます。これもウェブから撮ってきたんですけど、クモザルっちゅうやつはね、この尻尾の先でクリンと、森の枝につかまってひょいひょいひょいと器用に歩くらしいです。ワオキツネザルは時にはピョーンとこう立ててね、これおそらく仲間の間の信号なんでしょうね。あるいはマフラーのようにこう使ったりもする。賢いですよね。尻尾っていろいろ多様性の、るつぼです。で、まだまだあるんですよ。これクイズです。これ爬虫類っていうのがまた素晴らしくて、この爬虫類も謎だらけ。上の方ですが、これ擬態なんですね。どっちが頭でどっちが尻尾か、わかる方いらっしゃいますでしょうか。ちょっと考えている間に下の方を見てみましょう。これは枝葉ヘラをヤモリ。これ、うちの大学院生がくれたスライドなんですけどね。これは尻尾、ここにありますね。なんか枯葉そっくりで、どうやったらこんなものができるんだろう。擬態の不思議はね、まだ研究者って、手が出せない状況です。どうやったらこれが解明できるのか。皆さん、特に若い方、聞いてらっしゃればね、もうぜひ一緒にやりませんか？もう夢いっぱいの、こういう生き物の世界って夢いっぱいです。さて、上の方の答えをいきます。実は右側がヘッドで、左側がテールなんですね。これでもうまいことできてます。おそらくこれは二択にすることで、鳥なんかに襲われた時に、これ頭やられたらもう一巻の終わりですが、テールをパックンチョンとやられたら、いててになるかもしれませんが、こいつは生き、伸びれる、
でじゃないか、まあ、こういう進化の上で生存戦略を取ってるわけです。尻尾っていろいろ面白いことがあるなと、ね、そういうことですね。で皆様もかつてはですね、立派な尻尾をお持ちでした。人にも尻尾があります。生まれる時にはね、お尻ツルツルで生まれますけどね。ということで、今日のテーマ、その1。すべての脊椎動物には尻尾があります。すべてです。で、脊椎動物の、ちょっと特徴は何かって言った時に、それは背骨があるだろう。まあ、これちょっと、イージーすぎですけどね。手足がある。これもわかりやすい。でも、尻尾と言える人は、これなかなか2ですね。すべての脊椎動物、例外なしです。で、腸がここにありますね。なんか意味深ですね。ここに腸があって、食べたものはここからポリーンと出ていきます。その後ろに伸びたところが尻尾というふうに定義されます。さて、尻尾がどのようにしてできるのかということを私たちは、鶏のエンブリオ、鶏肺を使って研究しました。で、下が鶏の発生の様子です。右の方になるともう分かりますが、左の方はね、これも顕微鏡で見ないとよく見えないような写真です。でも何、お前は鳥屋かって、鳥のおばちゃんかと言われても、まあまあ、それ半分はそうですけど、脊椎動物の初期発生は、人でも、鳥でも豚でも馬でもよく似てるんですね。これ UCLA から出た YouTube 見てみましょう。人の CG です。まあ、CG ですよ。でもこれ筋できてますよね。これもう細胞たくさんあるんですけど、とにかくまず最初筋が出てきます。下見てください。ここにも筋があります。次上見てください。なんか水色出てきました。これ、皆様の脳みそが、脳が今できつつある瞬間ですね。そしてそうこうするうちにビヨーンと長くなってきて、そしてだんだんこの、ブツブツも出てきます。ブツブツ。というか粒々、これ私たちの脊椎骨の一つ一つに相当するものだと思ってもらっていいです。 なんか長くなってきて、そのうちこいつターンします。そして肉厚になってきて、右側がだんだん見えてくるようになります。伸びて伸びて伸びて、そろそろ回りますよ。はい、このソーマイトっていうのは大切、背骨の元ですね。はい、回ってきて、それでそろそろこのムービーは終わるんですが、右側にはもう目ん玉もできの、まあ、脳もしっかりできてる、心臓もここら辺にあるはずです。手足もでき始めてきた。こういう素晴らしい CG がゲットできて、これ非常にありがたいと思っています。つまりメッセージは、初期肺は人でも鳥でも、そんなに変わらない。メカニズムはほとんど一緒なんですね。さて、尻尾です。尻尾は胴体の続きでしょうか？これもクイズです。Yes or No。 どちらでしょうか？今日はですね、これ実は厳密に言うとどっちもあるんですが、今日は No の方のお話をします。No です。で、脊髄の成り立ちを見てみましょう。これ、私たちの体ですね。もういいですね。鳥だろうが人だろうが一緒なんですけど、前の方、これ相対的に前の方、ブルーの方は、ここプライマリーと書いてあります。で、これからセカンダリーが主役になりますが、まあ、プライマリーっていうのはこんな形で1枚のシートが折りたたまってできる、こういう感じです。せっかくこういうムービー、これ私放送大学で作ってもらったムービーがありますので見てみましょう。これはプライマリーのニューラルチューブのでき方です。まあ、これガスホースみたいなものができるんですね。私の友人はちくわとか言ってますけど、まあ、こんな感じで折り紙のような筒ができます。これがまあ、体の前方での脊髄神経管のでき方です。でも今日はそうじゃないという話をします。赤です、ね、ちょっと違うんじゃない、全然違うんです。この赤いのは一個一個の細胞やと思ってください。細胞がパラパラしたものがまずあって、でそれがレンガ、バラバラのレンガから煙突ができるかのように、ちょっとずつちょっとずつ管状のものができてきます。これがセカンダリーなんですね。これなかなか日本語がないので、セカンダリーニューロレーションとこうカタカナで書いたりしますが、しかも舌を噛みそうなので SN と呼んでいこうと思います。さて、セカンダリーニューロレーション SN のお話をもっとします。これすごく重要です。
尻尾、まあ、あとの尻尾だけではないよというお話をしますが、だけどこれ80年前にね、もうアメリカの方で地味な論文に記載があったんですけど、それ以来ほとんど研究進んでませんでした。なぜか、ちょっとね、地味なんですね、これ地味で、研究者も人間ですから、ちょっと目立つ方をやる傾向がありますね。この脳、この一番前って脳ですよ。脳みそがどうできるかなんとかって、いっぱい研究者いるんですけど、お尻の方のね、SN、これ何みたいな。まあ、でも私たちはちょっとね、天の邪悪みたいなとこもありまして、お、なんか面白いじゃないか、とか言って始めたんです。これわかりやすく私たちが書き直した漫画です。最初のプライマリーっていうガスホース、ちくわみたいなのがまずできて、そして赤い細胞がちょろちょろ出てきて、そしてまあ、ここら辺が尻尾の脊髄、だから尻尾にも脊髄ありますからね、そういうものを作っていくわけです。ここら辺が結構面白いんですね。もうちょっと見てみましょう。はい、人にも SN あるんですよ。え、なんか尻尾ないじゃない、なんで SN あるのと思ってくだされば、ちょっと私としてはすごく嬉しいんです。後で答えが出てきます。これはヨーロッパの方の論文で、今だったら、まあ、日本ではこういうふうに人の胎児を、切片解析するのはちょっと難しいものはあります。はい、ちょっともう、すごい簡単な漫画ですね。まずプライマリーができて、そしてセカンダリーのものが違うメカニズムでどんどこどんどこどんどこできていく。はい、そしてめでたしと。で、できた青と赤は、もう顕微鏡で見てもわかりません。シームレスにつながってます。ですから脳の情報が尻尾までピューッと行くようになっている。実に巧妙な仕掛けです。これがほんまもんです。で、三角の細胞って、ま、私が漫画で描いたもの、このほんまもんです。三角の細胞がもうぎっちり詰まってますね。私がこの黄色で丸ってやったのが、これが一個の細胞の大きさぐらいです。もう何百でないです。何千も詰まってる。まあ、そのいわゆる三角細胞が、これがガスホースというか、できたニューラルチューブです。ガスホースみたいに、ここのカーソルで動いてる、こいつが今、よし、チューブを作るぞと頑張ってる細胞なんですね。で、こういうのがどん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 進んでいきます。で、まあ、私たちこれまた何年もかけたプロジェクトですが、いろいろ頑張りまして、この中の約3分の2ぐらいが、SN の元だということを突き止めました。緑になっているのには訳があります。はい、次。これは、遺伝子で操作します。GFP、ノーベル賞。これを発見した人は、下村先生、ノーベル賞を取られましたね。GFP で、この SN を標識することに私たちは成功しました。だからここが SN。SN からできた新、脊髄はもちろん緑になっています。SN ってなんだというのを知るために、ここをですね、顕微鏡の下でほじくってくるんです。細い針を自分で作りましてね。まあ、ミニ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 外科手術をします。そしてほじくってきたものをホストのエンブリオに植えました。うまく植わってます。で、1日待ちました。次の日、はい、こういうエンブリオが出てきました。もう脊髄を作る。これはもう期待通り。ところが、SN が SN のまんまでまたいたんですね。で、お、たまたまかとか思って、もう一回やりました。同じことをやりましたら、同じことが起こりました。このことは何を意味するか。植えても植えても、SN は SN のまんま。と同時に、神経管、管を作っていくわけです。これはですね、幹細胞、幹細胞の定義にぴったりと当てはまりました。つまり SN っていうのは新しい神経、幹細胞、ステムセルということが分かったわけですね。で、こういうことをやって自分自身もどんどん増えます。そして細胞分化も頑張ってやります。そうやって尻尾の脊髄がうまいことできたわけです。こういう操作をどうやってやるのかなという、ちょっとお楽しみビデオをご覧ください。音がうまいこと聞こえないかもしれませんが、別になんてことはないです。これは当時助教だった斉藤大輔さん、今、九大の理学部の教授になってます。斉藤大輔くんのここに頭が見えます。で、ここで今からちょっとオペの準備を、ちょっと待ってください。ちょっと間違えた。はい、準備をします。受精卵
のここをちょっとジョキジョキと切ります。はい、窓を開けました。そうするとここ真っ黄色ですね、黄身が見えて、あのエンブリオは見えにくいです。ですから黒いインクを自分でこういう装置も作って今から入れます。はい、注入しました。こちらですね、これが初期肺です。これ非常に早いエンブリオです。はい、カメラが寄ります、寄ります、寄ります、寄りますが、素人が写したのでピンボケのまんまでおしまいです。はい、すいません。で、こういうの6日経った、エンブリオがこれです。もうでっかいですよ。もう視野に、カメラの視野に入らない。ピンセットでつつくと、うりゃとか言ってなんかもうね、動ける。心臓ドクドクです。で、鳥はちょっと目ん玉でかいですね。脳ははみ出てます。手もできてます。手というのは将来翼。尻尾はちょっとね、隠れて今見えておりません。繰り返しになってます。はい、次行きます。さて、私たちの人です。人は、尻尾なんか持ってない。なのになぜ SN を証拠りもなく持ってるんだろうか。これ進化の掟に反するわけですね。必要のないものは進化の過程でどんどんと捨てていく。なぜでしょうか。それの答えはこういうところにあるんじゃないかと思います。これはもうどこの神経科学の教科書にも書いてある、まあ、その副交感神経とかいうやつのね、解剖図なんですが、これだけ見てもちょっと難しい。今日こんな、詳しい話はしませんよ。交感神経、副交感神経、皆さんお聞きになったことがあると思います。画面の右側は割と本能に優しいですね。脳からお尻の方までなんかうまいことバラバラバラと神経が支配している。しかし左の方はどうも私はね、これ若い時からこの図を見てずっと違和感を持ってました。大体の臓器はいわゆる首、延髄の方から出てくる副交感神経に支配されるんですが、なんかこうちょろっとなんか変なのもある。一体何なんだとずっと嫌だなと思ってたんですけども、SN の研究をして、ある時、はたと気がついたんです。こうしたらどうだ。ね。ここ、いわゆる腰です。の方は、腸の一部、特に後腸の方、後ろの方です。それとか、排泄系、生殖器系。この神経系は、実は腰の方の脊髄。皆さん、ちょっと触ってみてください。自分の腰の方の脊髄ね。ここから出てくるんですよ。そして、この腰の方の脊髄は、なんと、SN によって作られたんです。もうお答え分かったと思います。この SN、尻尾の元なんですが、同時に私たちの非常に重要な臓器も支配している。これじゃあね、SN を捨てるわけにはいかないですね。これ、SN と私たちもかなり大ピンチです。はい。まあ、こういうのが、まあ、一緒に進化したんじゃないかって、これ進化の問題にも直結する問題です。はい。ここで尻尾と腸がつながった。というわけで、ここから腸のお話に入ります。で、腸のお話は、今、私のラボでね、すごく頑張っている二人の女性大学院生。もう彼女たちが立役者です。彼女たちがいろんなものを発見しました。鹿谷祐樹さん、矢ヶ崎玲さん、ご紹介させてください。腸、これからはですね、動く腸、腸は動くんだ。このお話をします。腸の動きを蠕動運動と言います。おそらく皆さんもご存知だと思います。食べたものがね、こう、うまいことを送られていくためには腸は動かないといけないですね。で、そういうのが繰り返し、波の振動波が繰り返し起こります。ウェーブ1、ウェーブ2、ウェーブ3のように。ですから、これは振動波の問題でもありますし、腸がキュッと輪ゴムのように縮む、それが動く、まあ、いろんな問題を含む大きな問題です。で、ご飯を食べたら腸は動くだろうなっていうのは、そんなに難しくはないですね。で、一方で、これ私もちょっと経験があるんですけども、回復手術をしますと、
もう 100% 前導運動がストップします。これ京大の、こういう回復手術なんかをよくやられている腸の専門家の外科とも今いろいろ共同研究を始めようとしてるんですけども、いろいろ聞きましたら、とにかくこのイレウスっていうんですけども、回復手術をすると腸は止まる、ですから腸が動くまでご飯が食べられないんですね。で、人によってはすぐ回復、2、3日で回復する人もいますが、10日間も2週間も入院しなければいけない人もいる。この仕組みが全くわからないんだっておっしゃっています。じゃあ前導運動の仕組みは何だろう。私たちは発生生物学者ですから、細胞が本来持っているメカニズム、あるいは遺伝子によって決まっているメカニズムがあるんじゃないかなと思いました。でも何にも分かってないところですから、難しい問題ですが、やるときに、研究を進めるときにワクワクします。まあ、その分難しいところもあります。これが動いている腸です。鳥のエンブリオ、フランスで10日目、でっかいです。で、ちょっとお腹からね、腸を出してビデオで撮ったとこです。腸はぐるぐるしてますから、ここら辺にも小腸の方でぐる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 っとなって大腸になって、ここら辺お尻か、お尻です。で、これ当然ですよ、卵の中にいてたわけですからご飯食べてませんよね。なのにもうこうやって動いてるわけです。ここら辺なんかひょろ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 っと動いてるのご覧になれますか。さあ、それで、うお、これ動いてんねやとかって、まあそこでびっくりしました。だけど、うわーとか、すげーとか言ってるだけではサイエンスになりませんよね。どうやってこれをきちっとみんなに伝えられる形にするんだとみんなで話をしました。これ同じムービーです。ある処理をすると、今頃の技術すごいですよね。デジタル化すると、いろんな色として表すことができます。これちょっとライトブルーがシュルシュルシュルって動いてるの見れますか。ここがポイントですね。ここまで来ると、まあいろいろ操作をすると、こういう回毛グラフに落とし込むことができます。ですから、規則正しく動いている腸はこういう斜めの線でシャッ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 と書くことができます。これ数値化をしますと、いろんな解析が可能になります。分かったことは、実はエンブリオ、肺の腸はこの両方に動くということも分かってきました。これはちょっとびっくりで、このこれがなぜかということは未だに謎です。で、ちなみにこれも半分遊びって言ってもこれ必死でやったんですけど、インクを人工的に入れてみました。ここら辺 E の方なんですが、そこに細い針でえいっと言ってインクを入れて、そしてこれがお尻の方に動くのかどうか、はい、ムービーです。これ、ピュッといきますか？あ、今来た来た。あ、今来ましたね。ちょっと早いんですけど、これなんか両方向に動くと言いながらも、うまいことお尻に動いて、これをちょっとわかりません。なぜかと言われても、これからの課題となります。さて、まあこれ私たちもね、経験的にというか社会問題ですよね。過敏性腸症候群というストレスを受けたら腸の、調子がおかしくなるよという。で、これはお医者さんもよくわからない。せいぜい出てくる薬はですね、整腸剤みたいなもんなんですね。これ、この仕組みって何だろう。ですから、まあ理学の私としては、どの薬が効くかという前に、腸って何なんだ？で、まあ、私たちで言えば、前導運動って何なんだ、細胞は何をしてるんだ、そこの本質的なメカニズムを知りたい。まあ、こういうところで日々頑張っているわけです。で、まあ、ストレス、神経系だよね、というのは、まあ、皆さんお分かりだと思います。腸にも神経があります。腸の神経は、これは賢いというか複雑というか、第二の脳と言われるぐらい、なんか自分で勝手に考えて、自分で処理してるみたいです。もうこれもほとんど研究者手がついてないです。で、これ上の方、これ腸の神経だけを赤く染めたものです。網タイツみたいなんですね。これが正常なタイプ。これあくまでエンブリオですよ。私たちはエンブリオを使っています。で、いろいろ私たち発生生物学者ですから、いろいろ頑張ればですね、ここの腸をなくすような、神経をなくすような腸を作ることもできました。これ、歯科屋さん頑張りました。これ、ないですね。網タイツ、ないですね。そしたらどうなったかというと、これが、まあ、上はきちっと動いている腸、下はですね、どう見るかというと、これ、動きがなくなったんじゃないんです。動きがぐちゃぐちゃになったと見ます。この点々、今日はもう時間の関係で、
細かいことは説明することはできませんが、上はほら黄色のところにうまく収まってるじゃないですか。それで下はですね、黄色以外のところにも振動の起点がもうぐちゃぐちゃになった。これ実際腸見たらもううわーとかって動いてます。で、まあ、これが大人にそのまま応用できるかどうかはこれからの課題ですが、私たちの思っていた仮説とは丸きし逆のことが分かった。でもこういう時って実は大きな進歩のきっかけなんですね。なるほど、神経というのは腸をこうある程度抑える、あるいは整然とさせるという働きがあるんだなということが今分かりかけてきました。さてこれからもう一つ全く新しく始まった、腸関係ですけども、新しいプロジェクトのお話をします。1年前にジョインしてくれた助教、若手の助教稲葉正文さんが自ら立ち上げた全く新しいプロジェクトのお話を少しさせてください。さて皆さん、盲腸って何してるかご存知ですか？そもそも盲腸ってどこにあるんでしょうか？これはこの漫画のここで、盲腸の手術したっていうのは、これ虫垂ですからね、これちょろんと出てるとこですから、これはまあなくてもいいみたいですね。でも私がこれから言う盲腸って虫垂じゃないです。小腸から大腸にかけてピヨンと曲がってくるここのとこなんです。盲腸です。誰でも知ってる盲腸、しかしそんな働きはまたこれが誰もわからない。もうだから腸ってもう本当に卑怯ですよね。消化管外科、さっきも言いました京大病院の消化管外科の方に聞いても、いやもう腸はよくわからんのだなぁと、いろんなバクテリアの善玉菌とかがね、いろいろそこにいてとかっていうことも言われ始めてきましたが、まだまだわからない。さて鶏の、私たちが使っているモデル動物の盲腸はどうなんでしょうか？鳥全般に盲腸ってちょっとびっくりです。私も知らなかったんです。まずこのね、両手みたいな感じ、これ盲腸なんです。で、内容物が運ばれてきます。哺乳類だったらそのままポリーンとお尻から出るんですけど、鳥ではですね、出る前にもって盲腸にバックするんですって。でバックして、これ長いですから、ここ行ったり来たり行ったり来たりするんでしょうね。そうこうするうちにもう持ってる栄養分とか水分を全部吸い上げて前みたいな、なんか強烈な働きをするんだそうです。そして本当にもういいよとなってポリンとお尻から出る。ですから哺乳類と鳥の糞ってもう本質的に違いますよね。奈良の炭職人さん、昔ね、炭を作って、それで手が真っ黒になった時、合成洗剤で落ちない、これね、ウグイスの糞でないと、炭は落ちないんだっていう話は有名です。さてこの盲腸を見てみましょう。稲葉さんはこの盲腸を見ました。これがほんまもんです。これ長い、もう両手みたいな感じですよね。この前動運動はどうなってるんだということです。いきます。これ左側、右側、これどっちもでもいいんですけど、パッと見は同じような格好に見えます。この前動運動のムービーをお示しします。はい、これちょっと邪魔なんで、皆さんご覧になれますか？ちょっとこれまだ若いエンブリオなんで、この、ひょろ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 って今動きましたね。なんか、こういうふうに、なんか綺麗な前動運動を起こすんです。さあ、でまた動いて、楽しい楽しいだけではいけません。稲葉さんは何をしたか。ここで最先端の方法を入れます。これは細胞の中のカルシウム濃度を見る方法です。詳しいことは今日は別にどうでもいいんですけども、カルシウムがひっついたらピカッと光るようなタンパク質、便利なものが最近いろいろありまして、これは今神経科学の分野の最先端の方法として使われていますが、腸で使った、腸で見たという報告はほとんどありません。ですから私たちこれ今いろいろ試行錯誤をしました。何年もかけました。さて、それで、稲葉さんはでもこれのエキスパートでありまして、見事に成功させました。これがもう一遍言いますよ。この長い腸がこうやって右と左があります。これからカルシウムの様子のムービーをご覧に入れます。まず、はい。どうぞ。
ここら辺になんか見えてきます。シュル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 。これはですね、そんなに盲腸が激しく動く前から、こういう波がきれいにできている。しかもここら辺が振動の起点だということもわかります。こういうことを突き詰めることによって、まあ、盲腸ってこの長くて、このまっすぐですからね、基本。の全く新しい、これまでになかった新しいモデル系を稲葉さんは立ち上げたということになります。まあ、こういうものをうまく使えば、今までほとんどわからなかった前導運動の細胞の機能、細胞のメカニズム、そして起点が、あ、ここだ、あそこだと言っても、そのここだ、あそこだはどうやって決まるのか。これがですね、実はたまたまここじゃないんですね。おそらく遺伝子で決まっているということを私たち今突き止めつつありますので、これからはまた頑張っていこうと思っています。はい、もっといきますね。今度はちょっと違う前導運動の私たち独自の実験系です。オーガノイドという言葉が出てきます。これはね、再生医療の分野ではもうオーガノイドという言葉を、まあ、専門家の中ではね、知らない人はいないんですが、オーガンっていうのが器官です。あるいは臓器でもいいです。そのミニチュア版なので、オイドという言葉を使うので、オーガン、オイド、オーガノイド。まあ、こういうふうな、ちょっと造語ですね。こういうこと。まあ、それ私たちは、これに世界で初めて成功したよというお話をいたします。腸から、エンブリオの腸から、筋肉性のところだけを取り出してきて、まあ、いろんな操作をして培養皿に巻きます。でもこの時はね、オーガノイドを作ろうなんて、そんなこと思ってなかったです。なぜならこういうことをした人が世の中にいないので、いろいろやってみようよって、さっきの北川さんの話と一緒、いろいろやってみようよ、もうアホでもいいじゃないか。そういうことで始めたんです。そうしましたら、今度は矢ヶ崎玲さんがこれをね、頑張ったんですけども、岩崎玲さんと鹿屋さん二人で頑張ってくれました。何日か経ったら、彼女たちが教授室に飛び込んできたんです。先生、大変だ。なんか怒ってる。何とこうやって私が、実験室に行って顕微鏡を見ましたら、こんなものができてたんですね。これ今からムービーをお見せしますが、このお団子がで、お団子ですよ。おにぎりみたいなやつ。さて、何がびっくりしたかというと、これがなんかヘコヘコ動いてんですね。これももちろんビデオ全部早回しなんですけど、体の中のガット、腸の、前導運動と同じタイムスケールで動くわけです。30秒から50秒に1回、パックパック動きます。で、もっと驚いたのは、これやっぱりカルシウムのシグナルを見てるんですけども、細胞同士が同期してます。細胞は、これ、今、カーソルで一つくるんとやりました。これが大体一つの細胞です。もう一回ちょっと行ってみましょうか。ちょっと待ってくださいよ。次行くかな。動いた。はい、この一個一個、だからこれ何百というものでできたおにぎりみたいなもんですが、それが、その細胞がたくさんあるんですけど、細胞同士のカルシウムの振動は同期してますね。まあそういうのをこうやって数値化するわけです。であらまあ、これってオーガノイドだ。というのでびっくりしました。まあこれ、まだ論文、これから書くんですけれども、世界で初めての成功となります。これができたらですね、まあいろいろ今までできなかった解析が可能になるわけです。さて、ところがこれでまだ終わらないんですね。また矢ヶ崎さんと鹿屋さんはこれがしつこく培養した。そしたらまた先生大変だっつって教授室に飛び込んできた。どれどれと行くとですね、この困難ができてんですよ。今度は、今でこそ分かります。その時は何か分からなかった。今でこそ分かりますが、オーガノイドが1、2、3、4、5、5つをひっついたのができてたんですね。さあ、これこいつらはどういうふうなビヘイビア でしょうか。ちょっと白丸を覗いてみます。いきます。はい。今度は、オーガノイド同士のカルシウム振動が全部同期しちゃったと。ね、オーガノイド1番とオーガノイド5番がこれ同期してるわけですよ。あらまあ、ということで、オーガノイド同士がここで何かのシグナルを交わしてんですね。そして非常に、まあ私たち人間の目にも止まらぬ速さでビョーンとかって言って同期してる。これ私たちの、まあこのオーガノイドそのもの、この形で私たちの腸の中にあるわけではないけれども、これがこの前導運動の細胞のメカニズムを解く大きな鍵を握っていることは
間違いありません。もうだいぶ私たちは解析を進めています。さて、こういう話をして、私たちに新しいことだらけでした。で、わからないこともたくさんある。そういう話をいろんなところでブツ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 やってます。まあ、例えば、こういうクエスチョンっていうのは非常に本質的ですね。まあ、これが細胞でもオーガノイドでもいいんですが、それぞれが勝手な周期を持って振動している。それがひっつくとですね、くっつくと、お互いの振動が同期するんですね。ということは、ここにシグナルがあるのは当たり前で、私たち実験科学者はこのシグナルを見つけたいと思います。思っています。だけど、まあそういう話をいろんなところでブツ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 やってみいますと、なんと非常にラッキーなことに数学あるいは数理科学者が興味を持ってくださいました。まあ、これもう借りてきたスライドなんで、情報学研究科の青柳先生の、彼の仕事です。だから私にはこういう式は説明できません。で、彼がですね、振動子同士が、うまくネットワークを作る、そういうものの数学的な解析のリーダーさんなんですね。で、これ一緒にやってみようかとかなって今共同研究を始めたところです。面白いクエスチョンは何かっていうと、こういう波々があってですね、これ絶対値あまり関係ありません。私の目には青も赤も緑も同期してるんです。だって面白いなってこれで満足してたんですけども、数学者の手にかかると、そう、これで満足してはできないんです。例えばですよ、これ例ですけども、この3人がいたとして、この数式を使いますと、2番がボスなんだ。1番はボスのシグナルを受けてパクパクと収縮するんだ、振動するんだ。なんていうことがわかるんだそうです。ですから私たちのこの実験のね、生データを送って、彼らが計算機で、いろいろ解析をしてくださると。まあ、こういうところにも、まあ、私もだいぶ年を、食ってますけれども、まあ、ここで新しい展開があるな、やっぱり研究って、なんかいつもワクワクするな、と、思っているところです。さて、まあ、ぼちぼちエンディングに向かいますが、皆様、骨格筋をよくご存知ですよね。ジムに行って、ぶっとこう、鍛えるぞっていうのは大体骨格筋です。もう一つは心臓にも筋肉がある。これも、ノープロブレムですね。で、腸にも筋肉がある。うんうん。まあ、今日の話を聞いたらそれはそうだろうと。今日は動いてるのは全部腸の筋肉で、まあ、あえて名前をつけると平滑筋というやつなんですけど、腸の筋肉、この平滑筋のメカニズムがほとんど分かってなかったんですよというお話をしました。ですから私たちはここで何か新しいものという、まあ、何やっても新しい発見なんで、結構ワクワクするんですけど、まあ、そういうことを続けています。ここのポイントはね、ちょっと私なりにこういうふうな漫画を描いてみました。皆さん、心臓にペースメーカーがあるのはご存知ですね。このペースメーカーはあるとこだけにあるんです。まあ、基本的にはある、もう局所的にペースメーカーがいて、ここはこう、リズムを刻んでるんです。ね。で、腸は、腸にも収縮のリズムがあることはお分かりだと思います。誰がそのペース、リズムを刻むんだという重大問題はほとんど分かっておりません。ペースメーカーの細胞が、まあ、いるらしいなというところまでは世の中分かってんですけども、ペースメーカーの細胞のじゃあどういう格好してんの、どこにどうやっていてんの、どういうリズムを誰に出してんのか。これ難しいのはですね、心臓と違っていろんなところにバラバラといるんですね。ですからちょっと複雑。まあ、こういう難しいものを難しいって文句を言うてても研究進みませんので、さっきのようなオーガノイドでね、あそこの中にもペースメーカーがいることを今私たちは最近それを突き止めましたから、まあ、そういうのを見ながらペースメーカーとカッパフパフと動いてくれる筋肉とかね、どういうシグナルを交わしているか、こういうとこを今やってるところです。はい、今日は尻尾から腸へというお話をしまして、皆様まずね、これから、例えばダーウィンが来たとか、動物のテレビとかあるときに、大体の人は顔を見て、あ、かわいいとか思ってるんでしょう。私もそうでした。だけど、今度からは尻尾を見ていただければ、私もとっても嬉しいです。で、尻尾はね、テレビに映らないんです、あんまり。私は最近はもう尻尾ばっかり見てます。で、尻尾を見たときに、母、尻尾の元の SN っていうのがあって、それが腸をね、
こうなんか支配してんだなというのを思ってくだされば、もう本当私はそれで十分にハッピーです。残った時間、まあそれでもお前らなんか尻尾とそれからパフパフするもので何言う、なんかそれで満足してんのと言って、まあそれワクワク最後に出てきますが、ワクワク感を持って研究してますが、しかしその意義は常に考えています。例えば人にも SN があると言いました。でこれはですね、スパイナビフィタ二分裂脊、脊椎二分裂症ということです。結構な頻度で出てくる遺伝病なんですが、これね、赤ん坊がこういうところで脊髄がむき出しなんです。キービであれば手術で治るそうです。これを覚えていらっしゃるでしょうか。一番最初に言いました青い方、つまりグイーンとこう一枚のシートが折りたたんでできる、そのメカニズムの血管だというふうに研究者は思っていました。ところが最近、これはそうじゃない、 SN の異常なんじゃないかというような見方も出てきます。実際私がですね、その SN の研究 をやっている頃にですね、小児神経外科学会というところの特別講演に呼んでいただきまして、 SN のメカニズムの話をして、その後のディスカッションで非常に盛り上がったというか、お互い勉強になりました。こうやって基礎の科学者と、やっぱりこういう時も臨床の方々頑張っておられますからね、そういうものが手を組んでやるということが非常に重要だということを痛感しております。で、腸の方ですね。腸の蠕動運動。まあ、この蠕動運動が分かれば、本当に分かれば、ストレスで腸がやられるって何なんだ。ね。それから、善玉、悪玉、バクテリアもいい、バクテリアもたくさんいます。それと蠕動運動ってどんな関係があるの？それから免疫細胞、これも働いてくれないと私たちは非常に困ることになる。それと蠕動運動って、まあ、私はですね、まあ、もうわかりません。答えはわかりませんが、関係がないはずがないんです。まあ、そういうところにどんどんと研究を発展させて、そして、まあ、一番、冒頭にも質問出てましたけども、医学部と理学部はどう違うのかというところで、これが一つのお答えになってるんじゃないかと思っています。まだちょっと終わらないんですけども、一応ここで、これらの研究を一緒にやってくれた大学院生たち、そして、青柳先生はじめ、いろいろと、ヒントをくださった方々、ここに、謝意を表したいと思います。ですね、これって何分まででしたっけ？あと10分です。あと10分か。あと10分話せるの？本当？質疑応答入れて10分？はい。あれ？やばいな。じゃあ、ここはちょっと飛ばしましょうか。もう一つの腸のびっくりの話はね、人様の話なんですね。といっても1枚だけちょろっと話そうかな。これなんですよ。ハーバード大学から出たんですけど、ね、このぐにゃぐにゃしてるじゃないですか。これ腸ってぐにゃぐにゃする。こんなん皆さん、私も含めて、それはまあぐにゃぐにゃしないと長い腸はここに収まらへんわなと思う。ところがそれやられてしまったわけです。ハーバード大学のグループに、このぐにゃぐにゃしてるその法則を突き止めたっていう、これびっくり論文です。正直私やられたと思いました。クリフ・テイビンは私のもとよくよく知ってる人ですけど、このマハデヴァンっていうのは、イグノーベル賞を取ってるエンジニアなんですね。で、もう一言で言いますと、実験科学者、まあ私みたいなもんです。と、イグノーベル賞のマハデバンが男性物理をやった。そして数学者も巻き込んで、壮大な研究成果として出してきたんです。つまり、このぐにゃぐにゃがある一定の法則でぐにゃぐにゃしてると。ちょっと、脳天ポカンとやられた感じでした。そして、でもそれはとってもいい刺激になりまして、京都大学でね、私たちは実験科学者ですけれども、数学、物理、化学、地学、まあ、もう他の方々と一緒になれば、
別にハーバードにも開けるわけはねえだろうと、まあ、私はそう思っているわけです。そしてあの国務研究課長からも紹介がありましたが、マックスというこの横串です、縦割りじゃなくて横串、面白いものにはみんなが集まって、あのやいやいわいわいとやろうじゃないか、狙ってもできないことをする兄弟の理学の特徴を大いに生かそうじゃないか、まあ、私もこれに非常に元気づけられて、まあ、マックスの、まあ、魅力ですけれども、そういうものに立ち上げを頑張ってきたつもりです。さて本当にエンディングです。タイムリーにね、11月3日数日前にこんな社説を見ました。社会を一変させるような発見や技術革新には既存の研究の延長にとどまらない発想が求められることも忘れてはならない。成果にとらわれない地道な基礎研究がその土台であり、まあ、こういうことを見ると私たちは非常にこの人の背中を押さえる、勇気づけられる、そう思います。で、ここでプレゼントのお知らせです。なんか民放みたいですね。っていうかこの URL なんです。で、URL をですね、ちょっと後で余裕があったらこれをチャットにコピペしようと思います。ちょっとだけ共有を切りますが、私の顔がご覧になれるでしょうか。はい、私の顔が出ました。この冊子体があります。こういう冊子体です。それの冊子体を差し上げる耐熱がちょっとそれできないので、これが全部入った PDF がさっきの URL です。卵から始まる形作り、これが表紙です。で、50何ページもあって、例えばね、まあ、これ日本発生生物学会の渾身の作なんですけど、ちょっと光ってみませんかね。蛇のぐるぐるのエンブリオとか、亀の甲羅ができ始めた時のエンブリオとか、衝撃の映像が入っています。これは何かと言いますと、もう一遍共有をします。まあ、実は数年前に私が言い出しっぺになって、上野の国立科学博物館で発生生物学というか、まあ、卵から形はどうやってできるんだという展示をしました、ね、ここのこれ展示会場です。ここに鳥のエンブリオの動画が映ってます。そして、まあ、私たちも展示の素人だったんですけども、日曜日の午前中に会議をやりながら何年もかけて準備をして、展示にこぎつけました。そしたらなんか科学博物館の入場者数の記録になったんだそうです。22万5千人入ってくれました。で、ちびっこがいっぱい来てくれました。おそらく良かったのは、私たち自分でサンプル作って持ってったんですね。東京までね、紙袋に入れて。いっぱいこう一生懸命顕微鏡を見てくれました。ちびっこがお母ちゃんに抱っこされて、一生懸命骨のサンプル見てくれてます。それで、まあ、そこのところで皆さんに無料で配布したのが今の冊子です。まあ、よかったらご覧ください。最後です。私にもムティメ、ね、メンターがいてですね、それは私がポスドクで留学していたフランスに3年間おりました、ルドアランさんという女性の方です。とっても元気な人です。で、何度か、まあ、私も挑んでいったんですが、大体は負けました。横綱とふんどし担ぎみたいな感じでした。それでも私は、まあ、唯一行くところがあったとすれば、私はそこでくじけなかったことだと思います。何度も挑戦に行きました。そして最後は認めてくれました。私はこの言葉を絶対に忘れません。他の人がやってることをあなたがやってどうするんだ。他の人がやらないこと、できないことをやりなさい。オリジナリティこそ命です。私は研究に困った時には必ずこの言葉を思い出して、まあ、自分自身を奮い立たせながら、まあ、これからも研究活動を続けていきたいと思います。ワクワクの心を持った研究、これが次の時代を作る。私たちはこう信じています。そしてこういう彼女たち、今、ドクターの学生ですけども、彼女たちは修士からドクターに上がるときにすごく悩みました。本当にドクターに上がっていいんだろうか。修士で就職した方がいいんじゃないか。でも一緒に頑張ろうよって、そして彼女たちがやった成果が今日私がお話しした内容です。どうか皆様、こういう若い女性たちがね、今からどんどんと頑張ってくる、まあ、そういう若者、その夢を温かく見守っていただければ本当にありがたいです。
これで私のお話を終わります。ご清聴ありがとうございました。高橋先生どうもありがとうございます。それでは質問を伺いたいと思います。先生のお話とはそれますが、蛇のとぐろの巻き方も数理モデルで解析できるようなものでしょうかと。いやー、面白いですよね。一緒にやりませんか。蛇のとぐろの数理モデルはまだ世の中誰もやってないです。ただ関連していることとして、蛇のね、背骨っていくつあるか知ってますか。長いのには300ぐらいあるんですよ。私たちは、背骨っていうか、この単位ですね、体節っていうんですけど、節々、私たちはまあ60とか そんぐらいですか。ヘビ、ね、長いやつ300もあるんですね。それがどうやって可能なのかなんていうことに興味を持ってやった人は、アメリカの方から一つ論文が出てますね。だからヘビっていろんな発生生物学者、進化生物学者、それから分類学者、いろんな人が興味持ってますよね。面白いですよね。生物科学でヘビの研究されている方もいますよね。動物行動でね、森明さんという、もうとにかくヘビのことなら全部知ってるというヘビ博士がおります。ヘビ森さんって私たち呼んでます。分かりました。もう一つ質問が来ております。心臓の動きは心電図で見ることができますが、超電図のようなものは測定できるのでしょうかと。ありがとうございます。もうぜひやりたいです。要するに腸の動きも、あれは細胞の膜電位の変化として捉えられます。膜電位というのは、いわゆる心臓の心電図で捉えられるようなものと同じようなものなので、細胞の外の電圧がなんぼで、中がなんぼで、その差がなんぼでとかっていうやつですから、捉えられると思います。ぜひそのちょっとね、小さい装置を作らないといけないんですけども、これ盲腸、ミスター盲腸の稲葉さん、彼ね、そういうところのプロですから、これからどんどんと、私もサポートしてみんなでやっていければいいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと時間が過ぎておりますが、3つ質問が来ておりますので、はい、順番に読み上げますので、よろしくお願いします。はい、1つ目です。人でも成長しても尻尾がある人がいるとテレビで昔見たことがありますが、それも SM の異常になるのでしょうか。はい、全くいい質問ありがとうございます。ですね、生まれた時に尻尾がちょろっといる赤ちゃんがいるそうです。ただ非常に珍しい。これは京大病院の婦人科の教授と私話をしたことがあるんですが、京大病院でも見たことがないとおっしゃってました。でそれは尻尾というよりもルーディメントっていうんですけども名残みたいな感じで、スカスカ、中がスポンジ状態ですから、それをちょんと切ればその赤ん坊はもう問題なく生きれるとのことでした。ですから、犬の尻尾みたいなのがビローンとなったまま生まれてくるということは人間ではないですと私は聞きました。分かりました。では次の質問に移りたいと思います。腸は心臓などと比べて進化的に古い臓器であるがゆえに、軍隊的指揮命令系統ではなく、パッチワーク的な力学点の合わせ技でもって統一的な現象を生み出しているということは考えられますでしょうか。ありがとうございます。本当にそうだと思います。これまた深い話なんですけども、腸もですね、脊椎動物の進化をそのまんま表しています。今日私が言ったのは、実は腸の方でも後ろ、お尻に近い方の腸のお話が主だったんですけれども、カエルとか魚はその私たちが言うところの大腸みたいなものを持ってないですね。だからやつらは垂れ流しで OK でしょ、水の中はね。私たちはそういうわけにはいかないと。だから腸って進化そのものを表している。で心臓は、でも実は心臓も非常に進化的には古いんです。心臓のない動物は、言ってみれば いないわけですね。心臓がなぜワンポイントでペースメーカーやったかというのはまだまだ謎です。もう私たちね、もうペースメーカーがおかしくなったらもう、死のうってなるわけですから、厳密に言うとちょっとだけバックアップはあるんですけど、そうでないとすぐに死んでしまいますから。だけどバックアップだけに頼ると、いわゆる停電になった時に非常電源だけに頼ると続かないのと同じように、
主なペースメーカーが頑張らないといけないんですが、ペースメーカーが一点なのと散在しているその意味はとなりますと、これはエコデボ進化発生生物学の大きな大きな問題です。とてもいいご指摘ありがとうございます。はい、で最後の質問にさせていただきたいと思います。同期現象について数学者の協力を得てモデル化したという内容がありましたが、どのようなきっかけでコラボレーションが開始したのでしょうか。あ、もうね、これは半分は偶然です。まあ、でも偶然というか、要するにやっぱり今日のようにね、機会をいただいたときに、生データ、まだ論文になってないものでも、あれはよくわからんなということでも、いろんな人に語りかけるということは非常に重要で、ほとんどの場合はふーんとか言われて無視されておしまいだけども、やっぱり学習の中には、これはとかって思ってくれる方がいるんですね。そうすると、パッとディスカッションが始まります。そして、その時たまたま数学の方がいらっしゃったというのが第1点。第2点はでもたまたまでないファクターもあります。今日何回か出てきたマックスという兄弟理学の特徴の、数学も生物も物理もみんな一緒に何かをいろいろとこうぐちゃぐちゃ話しているうちに面白いものが出てくる。私はそこに関わってましたので、今日のような腸のしガットの、ね、振動の話なんかもそういうところに持って行ったことが大きなきっかけになったというふうにも考えています。はい、ありがとうございました。はい、ではどうも高橋先生ありがとうございます。どうもありがとうございました。